小学校で、私が担任で、そうだ、小学校です。なるほど、卒業生。あ、そうね。っていうことは、今までは高校は別なんだよね。で、大学も別、給食別。じゃあ、8年ぶりに会ったんだ。8年ぶりに会うんだ。中学校はどうだった？6年生はだって12歳でしょ。そうだよね。で、3月の時にね、2分の1成人式やったんだよ、10歳。あ、やったんだ。そう。いや、2分の1ね。で、やっぱりそれがね、お母さんたちにすごい印象がある。わかんないよね。中学は別々になっちゃったわけ。みんな別。みんな別？だから卒業してから初めて。本当。みんなはどうなん？卒業それぞれ違うか。よ、会ってる人もいるし、会ってない人もいるんだ。そうか。だからこういう機会しかやっぱり。でも中国って割と幸せでね、地方だと大学だとか就職だとかすごく移動するんだけど、中国ってそんな大きく移動しないじゃん、ね、どうなのみんな就職、あ、就職じゃないんだもん、まだまだまだ、これから大変だね。じゃあここでみんなで元気になって、はい、はい、今日はおめでとうございます。どうもありがとうございます。どうも。今日会うのは何年ぶりくらいの？最長で7年ね。じゃあここに来ると会えるぞって思ってた。10歳の時に同窓会を仮にやったって話を聞いたんだけど、入園式やった？あ、思い出した？来るかな？どのぐらい来るんだろう。そうだよね。そんな住まいが遠いってわけじゃないもんね。近くだよね。そうか。はい、じゃあみんなおめでとうございます。はい、ありがとう。野球の仲間ね。ああ、そういう仲間なんだ。はい、じゃあみんなおめでとう。
は違うと。だけど久しぶりっていうのがほとんど。そうですね、人は大概みんな。いつから久しぶり？夏から。結構集まってるんだ。